淡島様ですよ。ああ、やっぱりあれなんだね。淡島様は、薬瓶と、しゃもじみたいな。やっぱりそうなるんだね。ほほー。今さっきもね、薬瓶としゃもじを持ってた方いらっしゃいましたね。古市のね、ほうとうのところの、古市公民館にあったんですけど。淡島様でしたか。お隣は22夜様。如意輪観音です。前橋市指定重要無形民俗文化財、江田鏡神社の獅子舞。平成20年3月19日指定。本獅子舞は五穀豊穣、無病息災、家内安全を祈願して、江田町鎮守の鏡神社に奉納されるもので、鏡神社の祭礼とともに行われる。起源については明らかではないが、江戸時代末期に旧群馬町桐花台から始動、伝承されたと言われている。獅子舞は10月8日の鏡神社の本祭りと、その前夜祭である鎮守参りで奉納されてきたが、現在では鎮守参りでの奉納のみが引き継がれている。鎮守参りとは、本祭りの前夜に神社境内で獅子舞を奉納し、神社の周りを渡り、拍子の曲と大太鼓の八の音に合わせて一周し、最後に獅子頭を神社に奉納するものである。本市では珍しい夜に行われる獅子舞である。獅子舞は勘かちの導きで、一人立ちの前獅子、中獅子、後獅子、後ろ獅子の4人で舞う。舞は7部17曲で編成される、構成される。大地を踏みしめながら悪魔を鎮める動作である変舞を思わせる足さばきが中心の穏やかな舞の繰り返しである。獅子頭は、前獅子は黒漆塗りで螺旋状の角、中獅子は赤漆塗りで角がなく宝珠を抱き、後ろ獅子は黒漆塗りで枝のある角を持つ。本獅子舞には獅子舞を褒める褒め言葉と、その当例として返し言葉の掛け合いがあることが特筆される。はあ、これはなかなか面白い獅子舞ですね。10月8日、そして、その前日のね、前夜祭、鎮守参り。夜ね、前夜祭は行われるんで、この夜を行う獅子舞というのがまた珍しいと。確かにね、もう夜やってますよ。忘れなければね、10月の7日夜。こういった江田鏡神社の獅子舞です。無形文化財に指定されたのはね、ほんの10年前ですね。鏡神社の由来、祭神石取留の命、天の岩戸の神話で八田の鏡を作った女神。獅子舞がね、奉納されるとあります。でも偶数年だっつね。隔年なんですね。2018年なんで、偶数年でよかったですね。忘れなければ。由来、大和の国に鏡の作神社という神社があると。鏡の作り神社は、鏡類を製作、鋳造することを生業としていた鏡の作り部が、神社の周辺に居住し、御鏡、天照ね、並びに縁祖、石取留の命を氏神として創建された。江田は上野国国府が置かれた元総社から相当遠くない場所にある。国司は、国府開設後、次々に地方政治に必要な技術者集団を国府周辺に呼び寄せた。鏡作り集団も畿内から呼び寄せられた。
彼らは枝の地に木を構えると同時に大和国の鏡に咲く神社を勧請し、鏡神社を創建したと考えられる。なるほど。まあ、創建と再建、まあ、549社を勧請して誕生したとされます、まあ、総社神社ね、平安後期。その中に鏡神社の名があります。また総社神社に伝えられている、まあ、神津家の国神明朝では鏡神社は14位とある。このことから鏡神社の創建は平安後期より以前と考えられる。天元天神元年、浅間山の大噴火と永仁元年の関東大震災で枝の地は荒廃し神社も朽ち果てた。天正年間1580年頃、富澤小野里氏が入植し新しい市村が誕生した。慶長年間1600年頃に富澤小野里氏の手で社殿を再建した。はあ、このような由緒もあるんですね。はい、このような神社ですよ。先ほどの説明版、そちらこちらにはね、まあ、宝蔵庫がありますね。まあ、やはり、まあ、獅子舞の書道具っていうかな、まあ、獅子頭をはじめとしてね、そういったね、太鼓とか笛とか、そういったものをね、置いとくんでしょうね。こういった感じ。ご神木の杉だそうですよ。末社群ですね。まあ、軽く読んでいきましょうかね。まあ、左から神明宮、衣笠大神、あ、大明神ってありますね。雷電神社、琴平神社、若宮八幡宮、諏訪神社、弁財天、天神様、天満宮、再び、まあ、目視、諏訪神社。おお、これは宝相神社ですね。稲荷大明神、琴平宮、八坂神社、猿田彦狼、そして猿田彦狼の隣からは、まあ百行神が始まるのかなと。素晴らしいですね。鏡神社本殿、まあ大屋かもしれません。換気扇がついてますか。ここが平殿、ここが拝殿、
マイヌさん。アギョーク。はい。鏡神社拝殿正面です。正一鏡大明神。お隣にはね、まあ、改修記念かな。その時に作った鏡神社の境。こういった当時の雰囲気、こんな感じだったんですね。面白いね。そしてこちらは、まあ奉納額ですかね。かなりいつの頃のものなのか。でも服装的にはまあ和装のような洋装のようなみたいな、皆さん帽子をかぶってまあ羽織袴みたいな、面白い奉納額ですね。では行進でも見に行きましょうかね。こちらがね、鏡神社の、まあ、拝殿の正面、ここ、まあ、行進の文字でもあれですね、猿田彦さんが近くにあるっていうのはなかなか いいですね。これは金剛王ってなってますかね。一般的にはね、正面金剛ですけどね。行進と、これがまあ親行進と言っていいような気がしますね。猿田彦狼、ここにもいらっしゃいます。正面王、はい、スタート地点まで戻ってきました。はい、このような百行進もございます。